ナンバーアンダーラインアイのエネルギッシュな楽曲トップ3パイプテンションが上がる、ボン・フジノーイエス徹底紹介。ナンバーアンダーラインアイファン必見。パイプ、ゴート・フジノーイエスでテンションアップする理由とは ?2024 年1月1日、ナンバーアンダーラインアイはデジタルシングル、ゴートで世界同時配信デビューを果たしました。このグループはオトキング・プリンスの平野翔さん、神宮寺雄太さん、 岸優ユタさんの3人組ダンスボーカルグループで、そのデビューはファンの間で大きな話題となりました。彼らの音楽は多くの人々にエネルギーを与え、特にテンションが上がる楽曲として愛されています。この記事では、そんなナンバーアンダーライン愛の楽曲から、特にテンションが上がる3曲、ボン・フジ・ノイエスを紹介し、その魅力について掘り下げていきます。まず、ボンについてお話ししましょう。 この楽曲は2024年5月27日にリリースされたミニアルバム、n o ー,ーリングに収録されています。ボンゴはその名の通り、盆栽をテーマにした楽曲で、雅楽を思わせるイントロやボン踊り風の振り付けが特徴です。この曲はヒップホップと和の要素を巧みに融合させており、その斬新なアプローチがファンの心を掴んでいます。プロデュースを担当した平野さんのこだわりが随所に感じられ、 和テイストのワードが散りばめられた歌詞は彼らの独自性を強く打ち出しています。YouTube で公開された MV はわずか5日で2000万回再生を突破し、その人気の高さを証明しました。次に紹介するのは、富士です。この楽曲は2024年3月6日にリリースされたシングル、GOT に収録されており、富士山が低く見えるくらい高いところまで行くというメッセージが込められています。 甘いメロディーとクールなラップパートが絶妙に絡み合い、リスナーに強烈な印象を与える一曲です。平野さんは2024年4月12日放送のテレビ朝日系、ミュージックステーション2時間スペシャルに出演した際、g o ト t と藤のどちらをデビュー曲にするか悩んだことを明かしました。それほどまでに、この曲には特別な思いが込められていたのです。最後に紹介するのは、n o エ s です。 この楽曲もノーオーリングに収録されており、サントリー、リアボールのタイアップ曲として話題になりました。エモーショナルな歌詞とポップなメロディーが特徴で、夏を感じさせる CM の映像と見事にマッチしています。ノーイ a スのイントロは爽やかで明るい気分にさせてくれ、多くのファンからテンションが上がる曲として愛されています。ナンバーアンダーライン愛の楽曲は、どれもがそれぞれの魅力を持ち、 ファンに元気を与えていますしかし特にテンションが上がると言われるこれらの3曲にはどのような背景や意図が込められているのでしょうかまずボンに関しては和とヒップホップという一見相反する要素を見事に融合させた点が挙げられます雅楽のようなイントロから始まりボン踊り風の振り付けが取り入れられていることで日本の伝統文化を現代の音楽シーンに持ち込む試みが感じられます このような斬新なアプローチが聴く者の,のテンションを一気に引き上げるのです。一方、藤井はそのメッセージ性の強さが特徴です。富士山が低く見えるくらい高いところまで行くというフレーズは、挑戦や目標に向かう強い意志を象徴しています。甘いメロディーとクールなラップの組み合わせも、リスナーに新鮮な驚きを提供し、楽曲全体のインパクトを高めています。 この曲がデビュー曲として候補に上がるほどの強い印象を与えるのも納得です。ノーイエスに関しては、そのエモーショナルな歌詞とポップなメロディーが、リスナーにポジティブなエネルギーを与えます。サントリー、ビアボールのタイアップ曲としても使用され、夏の爽やかなイメージと相まって、さらに多くの人々に親しまれています。この曲は、特に暑い夏の朝に聴くと、やる気を引き出してくれると評判です。 ナンバーアンダーライン愛の楽曲が多くの人々に愛される理由は、その多様性と独自性にあります。彼らはヒップホップや和の要素を取り入れた斬新なアプローチを試みる一方で、エモーショナルなメロディーや強いメッセージを持つ楽曲も制作しています。このように、異なるスタイルやテーマを巧みに融合させることで、常に新鮮な驚きを提供し続けています。ファンにとって、 ナンバーアンダーラインアイの楽曲は日常の中でのエネルギー源となっています。例えば、仕事に向かう朝にノーイエスを聞いてテンションを上げたり、ライブでのゴートに感動したりと、彼らの音楽は多くの場面で人々を励ましています。特にゴートのライブパフォーマンスは圧巻で、会場全体が一体となり、そのエネルギーを共有する瞬間は忘れられないものとなっています。また、ボンのように、 日本の伝統文化を現代の音楽シーンに取り入れる試みは、彼らの独自性を強調するだけでなく、聴くものに新たな視点やインスピレーションを提供します。このような斬新なアプローチが、ファンの心をつかんで話さない理由の一つです。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただ聴くだけでなく、感じることが重要です。彼らの楽曲には、メンバーそれぞれの個性や思いが込められており、 それが聞くもの,の心に響きます例えば、藤井のメッセージ性の強さや、ノーイエスのエモーショナルな歌詞、ボンの斬新なアプローチなど、それぞれの楽曲が持つ独自の魅力が、リスナーに新たな気づきや感動をもたらします。さらに、ナンバーアンダーライン愛の楽曲は、その時々の気分やシチュエーションに応じて楽しむことができるのも魅力の一つです。例えば、テンションを上げたい時には、ゴートや、 ノーイエスを聴き、リラックスしたいときには、ボンを聴くなど、さまざまなシーンで活躍する楽曲が揃っています。このような多様性が、彼らの音楽をより身近なものにしているのです。これからもナンバーアンダーライン愛は、斬新なアイディアや独自のアプローチでファンを驚かせ続けることでしょう。彼らの音楽が持つエネルギーやメッセージは、多くの人々に元気や勇気を与え続けるに違いありません。私たちは、 彼らの次なる一歩を楽しみに待ちつつ、その音楽に浸り続けることができるのです。また、彼らの楽曲はただのエンターテインメントにとどまらず、現代社会における重要なテーマやメッセージを伝える役割も果たしています。例えば、藤のように高い目標に向かって挑戦する姿勢や、ノーイエスのようにポジティブなエネルギーを持つことの重要性など、彼らの楽曲から学ぶことは多いのです。このような深いメッセージ性が、 彼らの音楽をより一層魅力的にしているのです。結局のところ、ナンバーアンダーライン愛の楽曲が持つ力は、その多様性と独自性にあります。彼らの音楽は、様々なジャンルやテーマを取り入れつつ、常に新鮮な驚きを提供し続けています。そして、その音楽を通じて、多くの人々に元気、や勇気を与え続けるのです。私たちは、 彼らの次なる一歩を楽しみにしつつ、その音楽に浸り続けることができるのです。最後に、ナンバーアンダーラインイの音楽を聴くことで得られるエネルギーや感動は、日常生活において非常に貴重なものです。例えば、仕事に向かう朝に彼らの楽曲を聴いてテンションを上げたり、ライブでのパフォーマンスに感動したりと、その影響は計り知れません。これからも彼らの音楽が、 多くの人々にとってのエネルギー源であり続けることを願っています。さて、あなたにとって、テンションが上がるナンバーアンダーライン愛の楽曲はどれでしょうか彼らの音楽を聴くことで、どのような感動や気づきを得たのでしょうかぜひ、あなたの意見や感想を聞かせてください。そして、これからもナンバーアンダーライン愛の音楽を楽しみながら、その魅力を共有していきましょう。